こんにちは、くつやです。今日はアニメリアクション動画です。今日はスパイ教室のシーズン2の第15を見ていきたいと思います。それでご覧ください。どうぞ。それでは見ていきたいと思います。始まりました、スパイ教室第15話。クラウスとリリン、帝国のスパイか。チームか。クラスさすがだな。クラスが捜査に向かう2日前。クラスが捜査に向かう2日前か。ミッション、ボーガー3。オープニングなしで A パートも入った。死より深い暗闇か。
トモシビエの裏切りか。深い話だなこれ。モニカ、結城葵ちゃんこういう演技できるよね。帝国のスパイ。帝国の儀式か。
私の娘。親子同士が。対立を楽しみか。父の壊れだけ。新聞社の社長でいいじゃん。契近いか。世界大戦の後だもんな、これ。スパイの。
スパイじゃなくヒーローになりたい。ヒーロかまね、ミッションボーダー3 B パートに入りました。いや面白いねスパイ教室。ティアとモニカか、ティアとモニカか、
モニカ対ティアか。まあ、モニカの特技は鏡。ともしめ誰かに恋をしているモニカが、条件多いわよ。
引き壊す時間。モニカ恋してるんだ。ともしびの誰かに恋をしている。モニカが。結構多いな。
やっぱりか。この人もスパイなんだ。エンディングに入った。終わりました。いやー、スパイ教室の、まあ、シーズン2の、まあ、第15話、まあ、3話ですね。めちゃくちゃ面白かったね。まあ、どうだ、アネットのね、こう、お母さんがちょっと出てきて、まあ、敵国のスパイだったけど、まあ、ね、助けるか助けないか、仲間とも何度も対立して、しながらも、まあ、また結束して、まあ、展開2展開ですごく面白かったです。また、第16話も楽しみですね。まあ、16話もまたリアクション取っていきたいと思いますので、その時、楽しみにしていてください。以上、テテでした。